ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。だからこの部屋に私がいるのは当然です。なんといっても私はアーフィファイアドバイザー、通称アファシステムタイプ X ですから。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルをまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで、何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。外は、あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキュンバキュンバババババでやっつけます。さあカスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです、なぜこんなにヘナチョコなのですか？マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を、修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因がわかりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。
ととい来やがれです。まずはじめに、今日はどんな組み合わせにしますか？準備はいいですか？まずはじめに、マスター、メールが来ました。メニューを開いてメールを選択してください。SBC グロッケンですか？街の中を歩くのは初めてです。興味があります。早く行きましょう、マスター。遅いじゃない。私を待たすなんていい度胸ね。ほら、さっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。GGO の設定は知ってる？この世界ではね、遥か昔に宇宙戦争があったの。お、ここ、SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどはドロップ品やクエストの報酬よ。攻略情報は攻略サイトでまとめられているけど、最新のネタはやっぱり街で集めないとね。